移民や難民は、経済的理由、あるいは政治的理由で、祖国では文化的な生活ができないから外国で生きる道を見出そうとして、全財産を投げ打って旅費を捻出し、着のみ着のままでボートピープルになるイメージだが、現実は違う。日本国内から突然100万人以上の難民が出現する。移民や難民は飛行機や船でやってくるのではなく、すでに日本に滞在している外国人が母国の政変によって突然難民になる。政変が起こる可能性があるのは中国である。中国で政変が起こると、日本国内に滞在しているすべての中国人が中国に戻れなくなり難民になる。中国で政変が起こる前には、習近平が求心力を取り戻すために、国防動員法を発動して、東京五輪を阻止しようとする。日本は、海を越えてくる移民と、日本国内で突然発生する移民と戦うことになる。日本は、そのための準備はできているのか。日本の敵となる移民は、日本国内で事故を装ってテロを繰り返し、日本政府の対処の仕方を観察している。繰り返し起こした小さなテロによって、彼らは、日本はインフラが脆弱であることを学んだはず。大規模な人工地震を起こさなくても、インフラを破壊してしまうと、日本は混乱に陥る。小規模でも停電を起こせば、電車は止まり、銀行の電子決済は止まり、ATM も使用できなくなる。原因不明のまま、電車の電気ケーブルが燃える事件が増えている。原因は不明ではなく、放火テロという原因が分かっているにもかかわらず、日本国民を不安に陥れないようにするために、報道されない。日本が安全な国だとメディアが報道することは、テロリストたちの援護射撃をしていることになる。日本は安全な国だと思わせることによって、日本国民のテロへの意識を低下させるのだ。日本国民の弱点は、まさに、移民とテロに対する意識の低下である。日本の社会は性善説で動いている。移民に対しても、日本国民は性善説で対応する。世界の中でも、日本は移民と難民に対して最も寛容である。実は、その寛容の精神が国を滅ぼす。移民戦争に備えるには、日本国民の移民に対する寛容の意識を変革する必要がある。移民は、イナゴのように、日本の国土を蝕む。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、お願いします。